では続いて、はい、まあ、音楽を作る上で大事な要素としてコード進行というものがありまして、まあ、コードというのはまあ和音ですね、はい、まあ、進行というのはその和音の連なりのことをコード進行というんですけど、日本人がどうしようもなく好きなコード進行というのがありまして、今日はですね、僕が選んだのはですね、ドラマティックコードって僕がまあ言ってるんですけど、 AmFGC、そのコードを使うとですね、まあ、またちょっとですね、普通の状態からだいぶこう気持ちに変化がするということですね。誰でもうっとりしてしまうというか、もう感傷的な気持ちになり、やがて感動してしまうという。じゃあちょっと僕がですね、今試しギターで奏でてみたいと思います。日本人が大好きなドラマティックコードでございます。いきたいと思います。ワン、ツー、サン、シー。これなんとなく聞き覚えあるでしょ皆さん、うん、これね、ヒット曲でもよく使われておりまして、ただ泣いて笑って過ごす日々に隣に立って入れることで、あなたのこと私今でも思い続けているよ、いくら時流れていこうと、ララ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 ラ好きならば感傷的な気分とかを盛り上げるのに最適なコード進行がこの、ドラマティックコードというですね、はい、はい、さあこのドラマチックコードを使って即興で曲作りに実る挑戦。まずは牧田さんがこの場でカラオケを作っちゃいます。これに、音を入力するとですね、その場で簡単なカラオケみたいなものができてしまうんですね。僕が今からボイパとギターを使って、簡単なオケを作ってしまいます。ほら、入ってるでしょ。お、はい、音入ってる。これにギターの音を足していく。完成。続いては作詞です。牧田さんが J-POP を25年間研究して発見したヒット曲に使われがちな言葉をピックアップ。それらの言葉をただつなぎ合わせるだけで簡単に歌詞ができてしまうというんですが、その内容とは？で、まあ、翼関連とかね、はい、瞳関連とかですね。まあ、だいたい夢を信じちゃいますね。情景、心情みたいなものともありますし、まあ、まあ二人称で君なんていうのもありますけど、つなぎ合わせることによって簡単な詩の世界っていうのが出来上がるんですよ。例えば大きな翼、翼を広げて自分らしく夢を信じて幸せになろう。おお、その場で適当につなぎ合わせるだけで一つのものが出来上がってしまうんです。音出して、それに僕が今適当にメロディーをつけて歌ってみます。指し棒で適当に、なんかまあカテゴリーだけ言っててもらったら、僕その中で言葉選んでいきますから、はい、じゃあいきましょう。皆さん手拍子よろしく。はいはい、いきましょう。自分関連ですね。自分をさらけ出す、自分を信じて、その手を伸ばして、手をつなごう、君がいれば飛べる、流した涙一粒の涙、君と巡り会えた、夢を信じて夢に向かって、夢は必ず叶う、まっすぐ前を見て、おー困ったら、ララ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 、困ったらララ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 ラ
イエーイドン、イエーイみたいな感じで、今だからもう適当に僕はもう振り回されながらでもなんとなくめっちゃいい歌の世界っていうのがまあ出来上がるということでございますね。